皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の17回目、今回は分配法則とその利用についてお話しします。まず分配法則を説明しておくと、このように A かけるカッコ B たす C カッコ閉じ、このような式ではカッコの外側にある A とカッコの中にある B そしてたす C の部分を掛け算して計算することができます。つまりまず A と B をかけて A かける B たす次に A と C をかけて A かける C と、こういう計算ができます。前にカッコがあった時も同じです。カッコ B たす C カッコ閉じかける A、 この場合も外側にある A とカッコの中の B、 B かける A 足す次に中の C と A をかけて C かける A、 このような計算をすることができます。今まで指数計算で計算の順番、カッコの中が先だよって勉強しましたよね。でもね、なぜこんなのを勉強するか、分配法則なんか使うかというと、実はこれから先学習する文字式の部分で使うし、それに分配法則を使うと計算が簡単になることがある、だから覚えておいた方がいいよということなんですね。でどんなものが計算簡単になるかというと、括弧112かける括弧閉じ4分の3足す3分の1括弧閉じと、このような場合です。どうして簡単になるか、どんな場合に簡単になるかというと、外側にあるかける数と括弧の中の分数の分母を見てください。この分母4と3ですけれど、この12は4の倍数にもなっている、3の倍数にもなっている。こういう場合は約分してね、わざわざここで通分して計算するより約分して計算しちゃった方が計算早くできます。ですからこれは12かける4分の3足す12かける3分の1と、でこちら側の分配法則、これを使って計算します。約分をします。ここでも約分をします。前の部分はサザンが9、後ろの部分は C1 が4で9足す4で13と、13、このように計算できるわけですね。カッコにも同じです。これはカッコの後ろ側にかけるというのがついている場合ですね。この18とこのカッコの中にある分数の分母6と9を見ると、18は6の倍数になっていて、また9の倍数でもあると。ですからこの中で通分して計算するより分配法則を使ってこのように計算した方が楽ということなんですね。まあ、ミスも減らせるかもしれません。6と18を約分します。9と18を約分します。前の部分は3、後ろの部分は2人なしで3引く4でマイナス1と、こうやって計算できるわけです。まあここで例に挙げてるのは簡単な、計算ですけれど、これがややこしい時にね、きっとそのまま計算するよりこうやって分配法則を使った方が簡単にできる場合きっとあります。もう一つ、分配法則の逆を使うと、ね、逆を考えると計算が簡単になることがあります。これは、ね、カッコの中のものとカッコの外側を掛け算して計算したんですけれど、今度は違います。カッコ3 3.14×8 足す 3.14×2、 この場合この足し算の前後で共通している部分を見つけます。ここでは 3.14 ですね。 3.14×8 と 3.14×2 と、前と後ろで 3.14 が入っています。この場合は 3.14×8
後ろの端と足し算します。なぜこんなことができるかというと、 3.1 音が8個、 3.1 音が2個で、全部でこれを合わせると 3.1 音が 8+2 個の10個、こう考えるとこの式意味が分かりますよね。 3.14×10 で 31.4、 簡単に計算できましたね。括弧4番です。 17×13-7×13、 ここでは引き算の前と後ろで共通している数字を探します。そうすると13が共通していますよね。掛け算って前と後ろ入れ替えても答え同じだった。だからこれは 17×13 ですけど、13が17個あるとね、これ13が7個あると、こう考えます。で、13が17個から13が7個分取っちゃうよと考えた場合、まず17-7、10個分だよということで、かける13、もちろんこれね、掛け算入れ替えてもいいですよ。13かける17-7でも構いません。前の部分は10ですね。10×13、このようになって130と、簡単に答えが出てくるわけですね。このように分配法則を使うと、また分配法則の逆を考えると計算が簡単にできる場合がある、このことも覚えておいてください、今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。